スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は東京ヴェルディ対横浜 F マリノス、こちらをご覧いただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。北澤さん、ついにリーグ開幕戦です。そうですね、やはりうまくいくかいかないか大きく出る試合ですから、ね、開幕に向けて準備はしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うん、うまくいかなかった時ですよね、問題になるのはね、はい、求心力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。そうですね、ヴェルディは 4-4-2 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、まあ、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、まあ、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。今ファーストハーフキックオフになりました。東京ヴェルディ対横浜 F マリノス、サイドをご紹介しましょう。向かって右側が F マリノス、左側がヴェルディ。おー、いい形じゃないですか。伸びた、開きましたよ。お前ミドル、いやー枠は捉えた。ミドルシュートに行きました。伸びた、ヴェルディがここでファウルを取られます。緩く狙ったボール、プレスからボールがこぼれる。ミキ、ここは対応します。山田、ミキ、ふわっと裏を狙う、チャンス来た。ここは通しません。エドゥアルド、縦のボール、左へ長いボール、縦へボールの角のパス、さあ来たか、ミドル、クロスバー跳ね返りは、ボールはクリア、まだある、さあどうだ、シュート、いやー、おー、これいいでしょ、危ない、いや、今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。さあどうする、おー、いい形でしょ、どうする、ミドル、なんと止めた、いやしかしこれよく止めましたね、いやよく止めましたね、ファインプレーですよね。この難しいボールによく触りました。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、頭だ、これはわずかに右でした。 F マリノス決定的なチャンスを収めることができませんでした。キーパーからのロングフィード、ここは対応します。エドゥアルド、加藤、エドゥアルド、裏のスペースを狙う、いいボールですね、もうこれいいでしょ、スペースを狙う、ここで受ける、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。さあどうする、サイドを使います、もうこれいいでしょ、アンデルソン・ロペス、シュート、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね、ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打ってますからね。プレッシャー、加藤、大きく縦へ、さあアンデルソン・ロペス、これはつながりません。ここまでは両チームとも0対0、
時間は前半中盤に差し掛かっています。一気に縦へのアーチ、このスルーパスは通りません。いいプレッシャーと、これはつながりません。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏のスペースを狙う、もうこれいいでしょう。どうだ、素晴らしい、どうだ、シュート。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。マリノスが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。裏を狙う、ちょっと伸びてしまいました。縦へ送る、松原、スルーパス、抜けてくる、いい形ですよ。自分で行く、さあどうだ、来た、シュート、わずかに右へそれました。最後崩されましたよね、突破されて。中央守りきれてないですよね、今の。決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。キーパーから前線へ、ここで受けてロングフィードで狙う、もうこれいいでしょ。さあどうだ、いやここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。さあ北澤さん、前半を終了してスコアレスという状況です。ここからですよね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていくかでしょうね。東京ヴェルディ対横浜 F マリノス、0対0のまま後半に入ります。後半キックオフです。前半では得点シーンが見られませんでした。アンデルソン・ロペス、スルーパスを出す、もうこれいいでしょう。フリーだ、来た、シュート。いやヴェルディディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。キーパーからのロングフィード、木田、上島、木田へ長いボールを送ります。素早いパスで攻め上がっていきます。渡辺、激しいボールの奪い合いです。山田、カウンターを仕掛けていきます。もうこれいいでしょう。さあどうだ、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。エウベル、裏を狙っていきます。カット、いい形じゃないですか。さあどうだ、シュート、枠を捉えている。惜しい。 F マリノスとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしますよね。そうですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなる。これですよ、シュート。うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。これはファールではありませんでした。さあつながるか、いいボールですね。これはどうだ、いいでしょう、シュート、決まった。先制、ヴェルディ、いや素晴らしい。ヴェルディようやく均衡を破ります。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。 F マリノスはここでベンチに動きがあります。
さあヴェルディ先制ゴールを決めました。1対0。この辺のね1点の重みっていうのありますよね、うん、試合の状況がガラッと変わりますからね。はい、とボールは宮原、宮原から大きく縦抜けてくる、仕掛けるか、おいい形じゃないですか。さあ上がる、わずかに届きません。ヴェルディは選手を変えるようです。大きく前線へ、ここは通しません。宮原からターテのボール、ここはカットします。さあ左へ預けて、緩いボール裏へのスルーパス、いいボールですね。おこれいいでしょ。さあ来たか、仕掛けるか、さあどうだ、来た、シュート、ドンペンエブマリノス、いや素晴らしい、いやこれは北澤さん、いやこれはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。ディフェンダーの間を抜いたシュート、見事ネットに突き刺さりました。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。これで今日のゲーム面白くなってきました。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね、はい、縦にボールを送る、裏へ届くか、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。一気に縦へのアーチ、裏を狙う、これいいですよ、さあ抜けた、いきましたよ、これはどうだ、シュート、ヴェルディ、いやー勝ち越し、いやスルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。両チームともメンバー交代があるようです。さあヴェルディこのアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ヴェルディとしてはこれで安心して引いて守れますよね。そうですね、大きな1点ですよね、はい、時間かけずに攻めたいですよね。山根組み立てながら攻め上がっていく、ここは通しません。大きく縦へ、さあつながるか、スペースを狙う、いいボールだ、これ仕掛けるか、さあどうだ、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。上げてくる、どうだ、ここ拾って次につなげたい、 F マリノス縦へのボール、右サイドへ振って抜けてくる、さあどうだ、笛です、2対1、ヴェルディ1点差を守りきり勝利しました。しかし北澤さん、最後の最後に試合が動きました。いや終わり間際で見せてくれましたね。笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。そうですね。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。
Whenever you need my love, need my love.